今両チームの選手たちが入場してきました。画面左側青のユニフォームクラウブリッツ秋田、そして画面右側白のユニフォームがアウェーベガルタ仙台です。木田です。注目選手に挙げていただいています。もう1対1勝負してほしい。木田には高田がついていますが、あ、いいですよ。さあここは振っていって低いクロスを上げようとしますが、ここは藤山が跳ね返しました。かなり細かい局面でボールが動いています。さあ高田との激しい競り合い、さあここからうまさを見せられるかどうか。お、中抜けてきて、ここからこれはそのままラインを割っていきます。いや、いい、あの崩しだったですね、左サイドね、はい、あ、いいボールだ。さあここで小柳のところですが、こぼれ球、おう、さあここは最後吉田由紀ですが、わずかに枠の上。さあこここぼれ球のところ井上前にさばいていって、この位置から打ってきました。しかし林がセーブ。畑です。すぐにフィニッシュ、まあ、キーパーも良かったですね、はい、最初もね枠は捉えてましたね、はい、もうきちんとミートできてましたよね、はい、あ、いいボールだ。さあこのヘディングは林正面。いや、林安定してますね、はい、さあ井上越していってクロス上げる、川田のところ狙っていきますが跳ね返すのは仙台。あ、奪い返しますからね、ここで奪い返して畑、この位置からシュート行きますが、ここは林がセーブ。勝負。さあここ仕掛けていく、お、さあこのボール上げてヘディングですが、ここの山田のボールのところは力のないボールになりました、はい、さらに出していけるか、鎌田のところから左木田です。先ほどは1対1でチャンス作りました。追い越していって秋山、さあ中、この位置からマセのところですが、マセ最後押し込みました。サブっての動き仕留めました。仙台やっぱこう相手が締める前にどん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 間通すような距離感だったんですね。そして寄せといて逆、マセのこのね動き出し良かったですね。そして落ち着いてましたよね、はい、いや素晴らしい崩しだったですね、はい、押し込まれるシーンここまで長かったんですが、仙台リズムを切り替えてボール回しのうまさ見せました。1対0、飯尾が前線にボール跳ね返していきます。おっと、さあここ斉藤龍二前が空いている。まあ勝負、さあ勝負を仕掛けるか、ここ畑です。畑は周りを見て味方の上がり待ちます。ここから吉田伊吹、しかし林がセーブ、遅らして、そしてみんなが早く帰ってきて、もう一度だから秋山の対応がね、1人で2人分やったような感じでしたね。ああ、そうですか、素晴らしい対応、藤山がボール回収、うん、これ対角に、そうですよ、いいボールだ。さあ斉藤龍二から、うん、斉藤圭太のところ、最後の黄色のところは、しかし最後光景が触っていました。ここをシュートを振りして横に動かして角度を作りましたよね。そしてワンタッチの中、いいボールだったですね。そして盛り返し、お、低いボールだ、パンチング、落ち着いて、ここからもう一度、あ、最後はここのところはしのいだ仙台。いや今ね落ち着いて、つながったですね、ご覧いただきます。ここナイスキーパーですよ、はい、さあここは跳ね返してカウンターとできるか仙台。うまい、うまく秋田のプレスかわしてマセ上がっていきます。マセに高田体を入れて、ただ三上です、細かいパスつないで梶谷のところ、いいよ、しかし林が立ちはだかります。いやー、またフリーだったんですけど、林素晴らしいスイングですね、ナイスキーパー林、そしてすぐにグラウンダーボール、ロフリーだったんですけどね、落として、いやー、川野が跳ね返す。目安の6分経過、そして加藤倒されています。